キチャンネル。ちょこんにちは。さあドラフトチェック、今日は DeNA 編です。はい、 DeNA 編もう疲れてくるよね。まだ2本目ですよ今日。ロッテ張り切って25分くらい喋っちゃった。そうそういろいろありすぎて、ね、やっぱりね、最初のチーム熱量高くなるね。そうなんですよ、あとやっぱり、あとやっぱ富山の大谷がねちょっと擦りすぎたね。あれ5分以上喋ってたもんな。面白すぎた。ちょっと本人見てたらなんか申し訳ないぐらいいじっちゃってた。本当にだから去年はね、はい、DeNA、うん、DeNA の相性荒れちゃう、神奈川の渡来ちゃう。神奈川の渡来。ただの自己紹介です。違うかな、はい、相性は神奈川の渡来です。自己紹介。でもすいません、このくだり分かんない人は前回のロッテ見てください。うん、これロッテ、俺らはロッテ取ってもうすぐ DeNA 取ってるから、もう前の流れがあるけどね、はい、ちょっとロッテの真ん中ぐらいで、はい、そうですね、うん、あ、でも2位だから序盤じゃない、序盤かな、うん、ちょっと見てほしいですね。はい、そうですね。でも渡来も言ってるかもね。はい、相性は神奈川の渡来。絶対言われないと思いますよ。でも違う、千葉県市川市出身。あ、そう、千葉出身なんだ。じゃあ千葉の渡来です。はい。はい、もうさっさと行きましょう、うん、はい、昨年は DeNA 評価 S と、はい、サーダークチャンネル的には、渡来は内外野 OK で流動性も持って組めるでしょうと、うん、変則リリーフがいないから松本は面白いと、うん、DeNA は、糸を組んでると、うん、ね、今永が抜けるなら1位2位は投手守護神候補が欲しいと、うん、ね、そこがまあ石田かなというところは、うん、今石田先発してるけどね、うん、で全体的に層が薄いから、大粒が欲しいと、ね、で高校生も欲しいかなっていうところで、うん、まあ、そういう、ね、糸も組んでドラフト戦略はいけてんちゃうかっていうね、うん、ところで、横山使うと、はい、打撃能力は高く首位打者を狙える技術を持つ、うん、性格も明るくポジティブでプロ向きですね、うん、ちょっと明るすぎて叩かれすぎたけどね。ちょっとね、出る杭打たれるパターンがもうな、はい、うん、別にいいやんな、うん、まあね、明るいに越したことはないよね。でも、うん、ビジターファンからするとイラッとするんだった。でもまあね、渡来も華々しい、ね、うん、デビューしたけど、はい、最近海老名とかね、うん、梶原とか、うん、大東すごいから外野はね、はい、うん、ちょっとチャンスもなくなってね、うん、あとバットコントロール能力が逆に高すぎる、うん、だから当てちゃう、全部当てにいっちゃうから、はい、ボール球でも当ててヒットになるけども、インコースとかも全部当てるから、はい、それがちょっと選球眼の、うん、この悪さが、うん、ちょっとマイナスに触れてんちゃうかなって思うけども、うん、あと守備ね、はい、やっぱ守備力がちょっと落ちるから、うん、まあ、もうちょっと守備力は上げた方がいいかなっていうところもあるけど、うん、まあ、途中から筒香が帰ってきたりね、はい、したことによってのちょっとバランスがね、外野の大きく変動していくから、そこら辺ちょっとチャンスがね、はい、なかなかなくなってるけども、まあまあ、いいんちゃう、ね、ルーキーからしたら2024年のホームラン第1号でしたよね。そうですかね、うん、最高ですよ、はい、あ、うん、懐かしいな。でもまあまあまあ良かったんちゃ、うん、はい、良かったですね、うん、でもあの感じだと内野は無理やな、もともとセカンドだったとか言って聞いてたけど、うん、あれはエネス でセカンドがいい人いたんだよね。そうです、で外野に回ったっていうのもあるけども、ちょっと内野の守備力が落ちすぎるから外野に回ったんちゃうかっていうところもあると思うね、うん、その同じような理由で、ね、はい、だからまあちょっと内野は無理やな、あれはもう外野だね、はい、うん、で、松本亮と、はい、ね、まあまあまあ、ちょっと DeNA もリリーフバタついたからね、はい、うん、まあ、その中でっていうところで、まあ、10試合に投げて 5.91、うん、まあ、2軍でも 2.15、はい、まあ、今年はプロの勉強やな、うん、うん、来年以降、まあ、まだまだ期待値を投げてる球はいい感じだからね、はい、うん、で、武田陸、うん、これはもう未来やな、そうです、ね、ちょっと今外野が熱すぎるわ、はい、高卒ですもんね、高卒ですよ、うん、日本代表4番です、うん、うん、はい、石上、うん、デビュー良かったけどな、うん、やっぱね、やっぱ続かんかったな、うん、打つのがね、はい、正直が石上、この井上ね、はい、この2人、うん、あとは、そうか、この2人か、うん、あと勝又ね、はい、ここの3人ぐらいはキャンプオープン戦良かったけどな、かった、結局やっぱ長続きしなかったよね、はい、井上がドラフト6位で打率
1割9分、はい、1軍では2軍では2割9分9厘ホームラン8本だから、おまあいいのもあるんだよ、うん、だからもう1軍の壁だね、はい、これをどう乗り越えるか本人、うん、で石上も、1軍では1割8分3厘、うん、2軍で2割3厘や、どうしたん、うん、もう迷いやなこれ瞑想中やな、でしかもで結局林とか出てるからな、うん、結局な1軍でだそういったところではチャンスはあるけどね、うん、ちょっとつかみきれずっていう、で石田くんね、はい石田くん ね、うん、ねいい感じでデビューして、いい感じデビューね、うん、あとこっからだから、うん、今プロの怖さ初めて知ってるから、はい、今までイケイケだったから何でも怖いもの知らずイケだけど、打たれ出すと急に怖くなるね、はい、甘くいったらとかね、でもまあこれはもう勉強だからね、はい、でも4勝2敗だからね、うん、でドラフト5位でね、5位で、うん、そうこれはまあ未来に向けてもまあまあいい感じだね、うん、はい、そう考えたらまあ構成は良かった、構成は良かったと思うけども、うん、もうちょっと頑張らないといけないね、うん、だからまあ未来の S かもしれないけど、はい、1年で見たら、うん、A やな、うんうんうん、そうですね、1年で見たらね、結構みんな一軍は経験して、そう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 、今壁に当たってここから成長するってところですね、だからまあ未来に向けては、うん、いい感じになってくるんちゃうかっていう、構成もいいしね、はい、そのバランスとか、うん、やっぱりね、でその選手たちの頑張りもそうだし、うん、まあ石上と井上は両方レギュラーになることないからね、はい、どっちかが勝負だからね、両方内野手ですからね、うんうん、そういった意味ではね、もち両方レギュラーになっていくって言ったらもう牧がファーストいかなきゃいけないから、ね、はい、まあ、そこら辺はまあ未来に向けてはあるかもしれないけども、うん、バランス的にも良かったし、まあ、S ではないね、はい、これ、渡辺がもう絶対レギュラーで、これ神王やな、ね、ぐらいあったら S だったけどね、うん、まあ A やな、はい、うん、基準に考えるとね、うん、で、その前のドラフトね、はい、2022年、2年、はい、1位、うん、松尾塩、あ、そうだ、うん、で、2位が吉野、うん、3位林、はい、で、森下、うん、橋本、はい、っていうところで、ね、うん、松尾くんはまあいい感じでいけてんじゃん、うん、そうですね、今年もね、うん、一軍でね、うん、ますからね、うん、感じ的に言えばね、はい、で、吉野、うん、即戦力で入ってきたはずやなけどな、うん、吉野、手打ちめちゃくちゃ遅いですね、今年初デビューしたんじゃないですか、うん、あ、そうかも、一勝したんじゃないかな、うん、ああ、あの吉野ね、あの吉野ですよあの吉野がこの吉野ね、この吉野、うん、俺があのフレッシュオールスターでいいって言ってた、うん、もう使った方がいいよっていう吉野ね、吉野、うん、あ、それはいいわ、良くなってきてる、良くなってきてる、良くなってきてる、こっからやな、はい、うん、で、まあ林もまあいい感じに来てるし、はい、で、森下、うん、まあ、森下はまだ高卒だからね、はい、ここはまあ修行だね、うんうん、橋本投手はまだ一軍デビューなしっていうことですね、うん、肩痛めてますね、うん、慶応から速球が肩痛めるとね、うまいね、うん、ポテンシャル出せなくなるからね、うん、まあ、でもまあ上位陣は頑張ってるよね、うん、まあ、上位陣重要だからね、下位、はい、の選手は頑張ってくれたらラッキーだ、うん、上位陣がまあいい感じでも頑張ってるから、まあまあ、うん、さんが出てきてますもんね、そうやね、うん、まあまあまあやっぱここもいい感じじゃん、はい、じゃあその前見てみる、はい、やっぱりバランスよくは取れてるよね、うん、DeNA はね、はい、戦略はうまい、うん、戦略はうまい、うん、でその前が小園、徳山、相原、三浦、銀次、深澤、梶原、小園がな、うん、もう出てきてほしいんですけどね、まあ、来年が大学4年生の年だからな、うん、もう来年ぐらいにはもう出てきていかないと、もう、うん、小園って言ったらもう広島ってなっちゃうな、はい、もう現状になってるけどな、そっちのイメージはね、うん、強いですよね、でも梶原が6位です、はい、出てきてね、行くぞ、うん、プレミア10位下手したら、すごい、6位やからね、はい、でその前がね、入江真希、うん、ね、まあ、牧が当たってるからね、うん、だから毎年いるね、これっていうのがね、うん、まあ、この多分松尾くんもまあいい形で出てくるし、うん、まあ、林も今一軍出てるしね、はい、だから毎年一軍選手いんね、そもそもこの 3,4 年では結構じゃあハマってきてる人が多いってことですか、だって最低一人でも常時一軍にいるやつが一人いたらでかいじゃん、うん、でかい、大きいですね、正直ね、うん、だから去年で言うと渡来とか、はい、ね、途中から石田とか、ね、まあ、どっか一回、まあ、誰かは常に一軍にいるやん、うん、22年が林でしょ、はい、で21年が梶原でしょ、はい、で20年が牧、うん、あ、そう思うと結構当たってる、ね、うん、もう毎年だから、ね、やっぱいい感じで来てるよね、うんうん、そういう意味では全員がって無理だからね、うん、その数に限界もあるからね、はい、でもやっぱり
じゃあなんで B クラスなの。そこが問題あるよね。そうですね、うん、いい感じで来てて、うん、ピースを埋めて B クラスやで、うん、それはもう悪いの一つしかないよな、うん、あれやな、あれですね、もう相手は言えへんけどあれやあれですか、うん、はい、あれや、多分みんなが思ってる通りや、はい、うん、俺は何も言ってへんからな。あ、それはでもまた次の動画で教えてくれるんですよね、うんうん、そう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 、うん、戦略のところで、戦略のところでね、うん、はい、うん、だからあの編成はいい仕事してると思う、うんうん、あとはこのね21年もドラフトを正直失敗しかけてるけどね、失敗しかけてるけどもう梶原がいた、おお、報いから出てきた、うん、えっていう年になりかねないからね、うんうん、まあ、そういった意味ではまああの進歩的にはいい感じで来てるから A やな、はい、うん、うん、っていう感じです、はい、はい。